皆さんこんにちは、オフタンチャンネルナイトレスウィンしまいます。はい、ということでエブリデー取ってきや東京本店さんです。エブリデー、今日もここからお送りします。まあ俺ら UFO キャッチャー好きだし、はいはいはい、あと好きなもの言え、声に出して言え、自分の心を声に出して言え。まあ日本が誇るもの、うん、UFO キャッチャーもやっぱ誇ってる。 UFO キャッチャー、あと寿司です。あと渋ジャパですよ。まあそうでしょうね。まあ納得してる。そうでしょう。ということで今回は UFO キャッチャーと寿司を組み合わせた対決をしようかなと。寿司一貫食べるごとに UFO キャッチャー1回プレイできるやつ。斬新斬新。ということでこちらに寿司コーナーを設けてます。UFO キャッチャーゲーセンの片隅に寿司コーナーあります。異常な光景。だから制限時間15分で、うん、寿司を1貫食べたら UFO キャッチャー1回プレイできる。で連続はダメです。連続で寿司をバッと食べて貯めて何回かプレイするじゃなくて、もう1回す、なるほど、1貫食べたらプレイできる。いいね。でプレイできる台は自由です。で数で勝負しましょう。なるほど、ね、何個取れたか。オッケー。じゃあまず内藤から。いいですか。制限時間も15分で、ただ一つ心配ですね、はい、この寿司3時間放置されてました。やばい。当たったら動けなくなります。やばいよ。制限時間15分。ちょっと待って、わさび溶かせて。わさび。なんでそんなこだわってんだよ。味よ。対決でめちゃくちゃ美味しく食べようとしてるやん。じゃあ行きますよ。あ、お金。いくらでもプレイしていいですから。そうだね。やべ、なんか想像しただけでもうお腹痛くなってそれおかしいだろ。行きます。はい、よーい、スタート。いただきます。はい、あ、めっちゃうまそう。いただきます。時間経ってるからな。あ、どう、味はどう。すごい美味しい。美味しかった。どこ行くかっていうのはね、重要ですね。外のご飯。ご飯食ってご飯狙ってるよ。ちゃんと飲み込んだら、飲み込んだら席を立つことにする。そうじゃん。お、今一回反則してますから、あなた。これはちゃんと飲み込んでから行きます。一回反則してるんで罰金2万ですよ。なんでだよ。水は自由です。あ、それ俺の水。どこで美味しいわけだ。なんで。はい、飲み込みました。行きます。2回目取れそう。でもこれ、これはいけるでしょ。これはいける。さあ一つ目で、ちゃんと見届けるにしよう。オッケーオッケー。いった、よし、いった。さあ、一つ目サードのファンゲットです。いった、いった。なんでレンジでやってるんだよ。じゃあもう一ついきます。こっちでご飯あるのに。ウニってウニ。半時間放置された。ウニ大好き人間。3時間放置されたウニは怖い。怖いよ、ちょっと。いただきます。おいしい、おいしい、大丈夫。まだ時間は12分あります。はい、いきます。あ、あれ、同じ台取るのはなしにしよう。あ、そうだね。そうしよう。どんどんルールが追加されていくちょっと、大物取ったらやっぱすごいってなるから。白ギャルが持ってそうなキティちゃん。確かに白ギャル取れそう、取れそう。そして向こうでチンってなった。くっそ、ちょっと取れそうだった。それはなぜ、それはなぜ。そっち食う。赤い。何の時間なんだよ。マグロなんか汗かいてるよ。汗かいてるって言った。さあどうでしょう。物ごっうまい。おー、出ました。ほんと美味しい。これね、視聴者さんからもらった冷えって。これでね、冷やします。はい、言いますよ。さあ、遠いところに行くのもロスではありますよ。すごい。一回チャレンジだよ。一回しかできないのにこんな行く。だからこそなの。あ、これいい、これいい。ドラえもん。取りやすいの話なんだ。そうそうそう。で、バナナちっちゃいな。こんなちっちゃいの見たことない。これやめとこう。やめる。すごい迷ってるよ。どうしよっかな。ああ。わ、これをやった。いや、これもね、さっき一番取りやすいやつ取っちゃったんだよな。ああ、邪魔してる。うーわ。うわ、一回が、一回が。さあ、走る。走る、走る、走る。はい。じゃあ、いくらいただきます。いくら。なんなんだ、この勝負は。え、かくや。さあ、一個です、とりあえず。さあ、飲み込んだ。いただきます。どうしよう、あ、これいこう。あー、じゃあちょっと高さがあるな。すごい悩んでるよ。一回にかける思いは人一倍ですからね。こいつ、いきます。さあ、こっち芝。ここまでしか言わない。何を狙ったのか。うわ、え、こっちの奥か。無意味の一回だ。俺、こっちしか狙えないのかと思ってた。なんでだよ。こっちがディスプレイだろ。ミスった。どういう天然だよ。完全にこれはミスった。後ろを狙うやつなんだよ。天然が出ました。ウニいきます。謎の企画。よく考えると謎の企画。好きなものを食べるってないですからね、やっぱり。はい。お、走ってます。なんなんなんこんな遅い時間に合わせは3人で来てるんだ。こやつのリベンジ。2個は取っておきたいね。うわー、うわー、取れない。めんどくせー。
めんどくさいよ。あと何分？残り6分30秒。やばい。ちょっともう確率なの狙いに行くわ。すごい。さあ、なんで？お、ちっちゃいやつ行ってますよ。やっぱここら辺からダメなの？ただやっぱ迷うね。1回しかできないっていうのは。そうそう。カービィ行きます。カービィ。あー、どうだ？頼む。うわ。うわ、重い。そう、マジか。あれ重いな。意味のない動きをしている。お、なんだそれ。アムロさん。黒いな、アムロさん。それアムロさん。いいよいいよいいよ。いったいったいった。引っかかってとよっしゃー。いやー、危ねえ。いきました。さあ、残り4分。うん。食うよりも走ることが疲れるんだ。見ています。食いながらもすごい残していった視線を。これいきます。あ、これ1回でコツをつかむのはむずいぞ。なかなかタイミングゲーだ。うわー、集中しないかな。いったか。いったぞ。これはくっそー、マジか。ない。走る競技だ。本当にお腹いっぱいになる企画と思ったら疲れる企画だった。あと残り3分です。エブリデイのマスコットキャラ。私、操作方法がわからないこの男。何これ、動かないんだけど。動かない。まだ設定がされていないのか。さあ、どうする。もう一貫食べに行く。やばい。ここで粘るか。やばい。残り2分。やば。捨てました。100円を捨てました。あー、やばい。今回オープン前で特別に貸し切りにさせていただいてるんで、もしかしたら動かない台もあるかもしれないですね。なんでだよ。すごい、もう家じゃん。これか。残り1分です。やばい。ラスト1回挑戦でいいかな。ちょっと準備しとこう。見届けなきゃいけないですよ。ただあっと、アウト。さあ、残り1分切っている。2回にきつい。走る競技だった。残り45秒です。ラストワンプレー。ラストワンプレー。さあ、走る男。おっと、タイミングゲームだ。内藤が大好きなタイミングゲームだ。あっと、あっと、マジか。さあ、残り15秒。まだ可能性ある。近くのヨーゲッチャー1回はできるぞ。よし、終了。カウント出して。黙って1回終わりじゃない。終了。カウント出して。終わりました。何回言ってん。終わりました。突然の終わり。終了。内藤の記録。はい、佐藤のご飯と安室さん計1つです。2つ。いやー、いや、これ面白い。いい企画じゃん。どう、お腹はどう。お腹全然大丈夫。うん、本当にね、焦り焦り、うん、オルタナチャンネル。僕が絶対に12個取ります。おお、なんていう宣言。じゃあ、いきますよ。15分。はい、よーい、スタート。さあ、カウントダウン始まりました。ガリから食ってる。ガリが好きだ。さあ、マグロ。このマグロマジうまい。さあ、ゆったりだね、スタートは。ガリをそんな食うな。ガリをそんなにたしなむな。さあ、落ち着いてますね。しっかり10分で100いきます。はい、さあ、ここに行く。おーと、サイドステップだ。さあ、サイドステップで、まさかそれに行く。これはすぐできるんでね。確かに。マジで1個目ゲット。すごない。こんな俺だけど、あると見て焦りはよくない。結局そうでしょ。さあ、2回目もそうだ。ゆっくりね。詰まらせたらダメだから。さあ、200円目いきまっか。いきます。はい、スタート。次は内藤がやって取れなかったやつですね。これね、やべ、ミスった。ちくしょう、もったいな。そう、これ1回のミスがね、響いてくんだよね。あー、危ねえ。まだ余裕ある。さあ、ここから体力との勝負。さあ、3巻目ですね。トロうまいな。全部トロ、全部トロでいく。そしてガリをつまむ。トロはやっぱとろけるから。うん、ややこしいこと言っちゃったけど。ややこしい。うまいんですよ、当たり前のこと。ああ、次は何を狙う。もう一回行くのか、それとも新しいところ。ああ、独特の走り。同じのいきます。なるほど。なんなら内藤分も走ってるから。確かに。奥目狙います。さあ、奥の方から駆け出してくる。はい、2個取りいけないかな。うわ、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 
もう2個目2つ目ゲット。残り1個取れば逆転。帰りに景品を見極めながら行きます。さあ、指差し確認。さあ、そしてまたトロ。トロうまい。さあ、口に頬張った。さあ、それでガーリー味は余裕が生まれてますね。はい、行きました。さあ、次は逆サイド。これだ。いや、そうだ、これだ、これだ。トイストーリー。トイストーリー、お前とのストーリー紡ぐぜ、この通り。あっ、手前のやつだ、押し潰してる。あ、惜しい。あとちょっと出てる出てる、足が出てる。怖い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 。アルフライドが終わってしまう。もうちょっとゲームを楽しもうぜ。あと9分です。ちょっと大物狙いに行こう。3本詰め行きましょう。一発目で取れたのがやっぱすごいね。行きます。はい、おっと、ドラえもん行きます。男渋谷、大物狙いです。これを取ったら過去最大級です。中国のまがいものみたいなドラえもん行きます。確かにちょっと分かるけど。さあ、頭の方狙って。お、見て。さあ、マグロばっかり。好きなのね。さあ、もう中トラなくなって。やめろ。いきます。ドラミ、ドラミにしよう。さあ、どうだ。これはいった。これマジで、マジだ。見てて。マジで取れちゃったよ。マジで取った。まあまあでかいドラミちゃんゲット。これは大物。ここから記録との戦いだ。ここから俺も食べるからね。なんでだよ。え、なんか怖いな。白くなってる。安全なのどれ。それ全部。あ、大丈夫ですよね。生じゃないんで。いただきます。これ生じゃないから、これいきます。あー、惜しい。あー、ミス。これ続いて、残り2分50秒。いきます。はい。変なステップ。バスケ部か。元バスケ部か。あれ、大きいじゃないのね。さっき取り損ねたこいついきます。ああ、これいけそうじゃん。ピンクが。天才。見てください。天才と呼んでください。やっぱ UO キャッチャーの人は渋谷ジャパン。はい。残り2分です。まだいける。腹痛い。とんでもない金持ち。腹痛いときに寿司食い。めっちゃ見てる。ウニこんな黒いのあったっけ。いや、俺もそれが一番心配。なんかアニサピスみたいな黒いやつ。ミミズミだ。残り何分。1分です。行きます。行こう。キティちゃん、キティちゃん行くの。次やっぱサンリオ総選挙出たいんだよな。最下位で。マジで。惜しい。残り何分。残り28秒。あと1回。怖いやつしかない。やつ食べるやつが。しかも辛いとき辛いと言えたらいいのにゃん。7、6、5、4、3、2、1、終了。悔しいわね。ということで結果、はい、シベレパンは3個です。お、ということでシベレパンの勝利。え、いつ聞いてないんだけど。なんでだよ。寿司をどっちが美味しそうに食べるかの対決じゃないの。違うだろ。 UFO キャッチやりつつどっちが美味しそうに寿司食べるか対決じゃないの。俺の方が美味しそうに食べてたよ、どっちかって言ったら。そうか。ゆっくり味わって食べてたんだ。そうか。いやー、すごい。やっぱね、これ一発目で取ったのがね、感動した。あとこれ取れるのはすごい。確かに確かに。ということで負けた内藤には、はい、一番危なそうなウニを食べてもらいます。いや、それマジで怖いわ。それマジで当たりそう。お願いします。アニサキスで。ちょっとガチでトイレ行ってきます。おーい、本当にお腹壊してた。皆さんは真似しないでね。